ユニゾンスクエアガーデンのファントムジョーク。これ初見でやるんすかつって。やばそうこれ、やばいこれ。おめでとうつって。これやばそうやってみよっか。いや、ユニゾンは、でも大体やばいでしょ。ユニゾンは、とりあえず店長がクソ多いイメージはあるな。店長がクソ多いのと、あと、まあ、コードチェンジも割と早いよね。かなりやばいつって。もう。みんな、何準備してきてるやろ。言うで。辻褄を探せ裏枯れ葉が舞って出て超未来そしてチューニングアップハートは何だって急なフェーズで焦った競争区別上が始まるとりあえず選んだせいだから飾り付けなきゃいけないな退屈の理由は思考停止のエビデンス守るものも守れないならでしゃばるなよ共感も栄光も賞賛の欲しがるのは野望ってこと渋滞クレーの引力が上昇今どこ無理だろ、これ。ギター棒でやる曲ではないですよね、改めて聞くと。いや、全部、ユニゾンスクエアガーデンをギター棒でやる曲じゃないです。変拍子だったの、今。ドラムやばい。情報量多すぎて、わけわからんかった。違う曲だけにユニゾンが来て嬉しいです、つって。久々に聞いたらわかんねえ、つって。
いや、とりあえず展開が早すぎるね。展開が早すぎて、で、A メロは、まあ、キー F だったんやけど、すごい音しとんな。キー F やったんやけど、まあ、D マイナーが入ってたんで、D マイナーが6度だったんで、まあ、キーは F なんだろうけど、で、その後、転調して、このキーになったかな？A シャープか。B フラになりました。キーが B フラットになって、まあ4、まあサビの頭はこの割とよくある4536展開ですね。で、めちゃめちゃ配信楽曲やってる。フレンチャンネルさん、お久しぶりっすね。うん、こんな感じかな。全部倒し変わる。いやー、これはね、あとな、決めの部分でなんかなかった？こんなん入っとったよね。こんなん分からないよね。普通に分かるわけない。で、ユニゾンの曲は基本的に、まあ、僕のイメージですけど、すごい展開が早い感じにするんで、まあ、そこは難しいよね、やっぱりね。そこは難しいです。シンコペーションも結構入ってましたね。そう。そういったなんかリズム崩し的なところも入ってくるんで、初見はまあ、ユニゾンスクエア無理じゃないかな。バラードってあんの？ユニゾンって。バラードだったらなんかいけそうな気はしないでもないんだけど。まあそんな感じです。ユニゾン、初見でやっちゃいけない曲、アーティストはまあ、今回はアリプロ、ユニゾン。とりあえずこの二組はもうあれだね。ブラックリストですね。ブラックリスト。はい。やれません。